松井秀喜さん WBC 出たかったと、タイミングは合ってたんだよな。タイミングが合えばって、それ行ければ行くと一緒やん。草野球で肘痛めて無念の事態だからしゃあない。パイオニアになるチャンスだったんだよな。タイミング悪かったなしゃあない。ジーターもエイロットも出られたけど松井だけ許可されなかったんやからしゃあない。シーズンオフ中の開催なのに何度タイミングが合わなかったんや。タイミングが合えばって言ってる時点で出る気ないだろ。誘った時に行けたら行くよっていうやつと一緒。松井さんは必死にアピールしないとレギュラー安泰じゃなかったからしゃあない。実際あの時一郎と松井の夢のタッグが実現してればまた違ったやろうな。リーグも違うし同じチームでやることはなかったし、06だけでも出とけばね。松井は結構メジャー苦しんでたから行く余裕なかったんやろ。タイミング合わんもんはしゃあない。記者との草野球のあれがね。飲み会の行けたら行くみたいなノリ。